1972年のこの頃の電車を作った当時は路面電車が発達してて、その路面電車の代わりになるものをっていうことでこの札幌の地下鉄を作ったから、路面電車って一駅一駅がちょっと短いので、この地下鉄も路面電車ぐらい駅と駅の間近くするかなって思って、この加速減速がしやすいこの対応をした。それからまた地下から地上に出るっていう想定で坂を登りやすいようになろうと思ってきたっていうのがね、乗っててすごく私気持ちよかったんですよ。すっきりしたというか、なるほどって思いましたね。でこれあのゴムタイヤだけじゃなくてレールも変わってるんですよ、この地下鉄って。通常でも
は東京都が世界一長生きな動物はアルダブラゾウなんです。地上で一番重い動物はアフリカゾウ。そして世界一名前が長い動物はニーギリやヒメテングフルーツコウモリでした。こうやってね、毎週のようにおさらいしていくと皆さんが自動的に動物博士がね、日本の声を大量発生するみたいな、そんな目論もありますね。さあ、今週も世界一シリーズです。皆様お待ちかねのスペシャルゲストに今日も登場していただきましょう。今日のお二人は、なんと世界一前髪が高い牛毛の長さが35cm、
じゃあ俺見てみよう。特に3人の言いたいことは、コンテナ
Thank you.
見積もりを取ってみてください。およそ10分、そして無料です。フリーダイヤル0120-779-95 779-954。 もう一度言います。電話のご用意はいいですか。0120-779-954 779-954。Thank you.
ところはなく、鉄塔の崩落により停止されました。復旧は人が復旧させるため、停車するようにしていましたが、全般に北の風で穏やかでしたが、根室地方ではやや強く吹く見込みです。最低気温は13度前後のところが多いですが、太平洋側東部は以下と同じくらいですが、その他は30度前後の低いところが多くなる見込みです。お天気の情報でした。
今日本当にロケに参加してたわ。だからあのお父さんの感情移入っていうことを。結構多くて、私これすごいびっくりしたんですよ。だってもう
にお休みした部分もあったんですよね。まあ、きついっていうのもあって。なのに、なんかちょっと残念みたいな声があったので、まあ、これからもね、またおささらないように、富士ルートで、オーディオリストをブッキングできるように頑張ります。そして、ポッドキャストも、今月から始まったおささらキャスト、こちらもよろしくお願いします。過去の放送からの傑作選などアップしております。それから皆様のメールもお待ちしております。
サーコースを選んだ理由、今日勉強で行こうと、やはり高校のアナウンサーから届きました。ちなみに、アーティストで見ますと、一番多かったのはミスター・チルドレンだったそうです。3代目、J.Soul Brothersというのが2番目。その後、ドリームズ・サブ・ツール、アナス・グリーン。そんなね、はい、吉川だからさ、はい、ミスター・チルドレンって聞いたら、あ、甘いよね。そうですか。甘いよ。